はい、こんにちは、Q さんです。いつもありがとうございます。10月12日です。大阪、京都、東京の出張から帰ってまいりました。大阪では、平方市で、前田夏美さんが参加するイベントに行ってきまして、京都では、 またまた前田夏美さんらと伏見のお稲荷さんをお参りしてきましたそして東京ではまたまた前田夏美さんとサンマーク出版のスッピーズのイベントに登壇してまいりましたまずこちらの動画を見てみてください本当にねすごい時代ですよ11月20日そうから,、ね、でから何百年も続くもんねええー、11月20日までにもう普通にね UFO はね普通に見れます見れますただ地球でいてたいっていう気持ちは強いから私たちうーん やっぱりうんうんだから地球楽しみましょうってことですよ<い>もうすぐ2040年先の見取り図をねまた Q さんお待たせしますから Q、はい、<laughs> さんもう俺は絵はもうったかはもうずっと朝まで,で食べときましょう食べて太るとかそういうことなくなんですよ何食べても美しいはい その人の人中に入ったら毒素でもきれいに変わる、はい、でその人は食べたら毒がその地球の毒も全部なくなるレベルまでいかないと実は Facebook や Twitter で先んじて公開していたんですけれども11月20日からまたまた世界がガラッと変わるそうなんですよねじゃあそれまでに何をしとけばいいかというとはいまさしく。 願いを設定するということのようです。とにかく紙に書くなり宣言するなりしてですね、11月20日からもう全く違うもう宇宙的な次元に突入するということです。まあこういうイベントってのはまあまああったりするわけなんですけ、ね、ども、僕は前田夏美さんがすげえなと思っているところがですね、まあいろいろあるんですが、 2004年の段階ですね。ちょうど今から20年前なんですけども、その時にこれからの未来どうなるかっていう見取り図を見せてくれたっていうものなんですね。それが一つのグラフとしてあるわけですよ。例えばですね、2004年の段階で、 2005年から2011年までの7年間は暗黒の時代というそんなテーマだったわけですね。それこそ天変地異とかですね、もういろんなね、ネガティブなワードがドゥワーちゃったわけですよ。それってね、まあ予言めいたものじゃないですか。だからもしあの2004年段階でそういうことを言ってるっていうことを知ったらですね、僕としてはあんまり穏やかじゃなかったと思うんですよね。だけど今はもうね、それを全部振り返ることができるわけですよ。じゃあ本当に2005年から2011年まで,で何があったかというと、東日本大震災というのは一番 象徴的だ、と思いますけれども、まあ、それ以外にはリーマン・ショック、うん、悪夢の民主党政権あとライブドア事件というのもね、えー、かなり後々王、うん、を引くようなネガティブな事件だったじゃないかなと思うわけですよそういうことでいうとですよ、うん、確かに僕が生まれてからですねもうすごい衝撃的な事件で何かって言ったらやっぱり東日本大震災というのはすごいショックだと思うわけですね CG のような世界だったわけじゃないですかであれが一応どん底らしいんですよということは あれから先はどうなるかっ,て言ったら、どん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 良くなってるってことなんですね。えー、そして今2024年なんですけども、2025年までが一つのまた区切りになってまして、2026年からどうなるかっ,て言ったら、もうね、我々がね、今ね、考えようもない世界にね、突入するわけなんですね。えー、そういった準備が、この2、3年刻々と、まあ、進んでいったわけなんですけども、それが一つの区切りとして、11月20日っていうのが、以降ですね。 世界がガラガラガラーと変わっていくってことなんですね。で、ここでね、一応予言できるんですね。これ個人的な話ですけども。まあ、おそらくね、まためちゃくちゃバズるんじゃないかなっていう感じがしてるわけなんですね。だいたい僕3年に1回ぐらいさ、ドカーンでもバズって、で、まあちょっとあって、それでまあ沈んでドカーンでバズるってですね。とにかくね、グワーッと落ちて、バーン、グー、バーン、グーンバーンっていうのがね、多いわけですよ。で、そういうサイクルからいくと、まあ、僕自身にとっても11月20日っていうのがなんか当たりだなというふうな気がしております。 であとですね 2040年から先の見取り図ってのがあるわけなんですね。もうそれはどうなるかって言ったらもうパラダイス以外何者でもないわけですね。僕の今回のミラナにも書いてるんですけども、まあとある本によるとですよ、2040年にはもう病気というものがなくなっているって話なんですね。おそらく交通事故なんかもなくなってるんじゃないでしょうかね。AI が車で全部ですね、搭載されていて、で、ちょっとした事故でもですね、すべて防ぐという、まあそういった時代が普通に来ると思いますので、これから先じゃあどうやって死ぬかっ,ったら、今現時点でもそうなんですけども、実際は老化 つまり、老衰か、癌か、どちらかなんですね。もちろん、今の段階ではね、まあ、交通事故とかさ、いろんな病気とか事故ありますけれども、究極、究極言うと、細胞分裂がバーッと終わってしまって、まあ、老衰を迎えるのか、細胞分裂が終わらずに突然変異して、どんどんどん,どん増殖していくと、癌になるかということなんですね。要は、細胞がここで終わるか、変異して、どんどんまあ悪性になって発達していくかっていう、この2つしかないわけですね。とりあえずですね、これ人間の肉体からすると、細胞分裂が終わるっていうのは、 はい、まあ一つのまあ肉体の終わりとなるわけですけども、まあ一方でですね、細胞分裂がどんどん進むということは確かに細胞の死としてはですね、全然全然延長されるわけなんですけども、ただその細胞がどんどん悪性化してきますんで、そのことによって自分の体自体が蝕まれるというまあそういったメカニズムなわけですよ。だけどもしこれから先ですね、まあ今回のノーベル賞を取ったね、マイクロ RNA なんかもそうなんですよ、ね、もその技術の一つかもしれませんけれども、もうこれから先ですね、あの癌というものがなくなってくるわけですね。まあ最近ね、その10月からまた正式に 引火された明治成果のです、ね、新しいワクチンなんかもがんを撲滅させるためのすごい技術ということなわけですよ。ということでいうとですよ、まあ、これから先、はい、2040年には本当に本当に病気がなくるいやもう2030年いやもう来年再来年ぐらいにはそういうことが。 普通の人とも実感として得られるんじゃないかなと思うわけですね。まあ最近ニュースでね、人生100年時代はちょっと来にくいっていう話をしてたんですけども、これただし条件付きなわけですね。何かすごい技術でも開発されない限りはっていうことなわけですよ。でもその何かすごい技術ってのは、いやいや、普通に開発されるんじゃないですかねっていうのが、まあそうなわけですね。実際今日もニュースですよ。火星に本当2030年ぐらいには行くんじゃないかって話してました。これまずですね、月に基地作るわけですね。あの実際地球から直に 稼いに行くとかかかなりコストがかかるわけですねましてや、その水を持って行ったりするとかいうのは、まあ、すごいね、お金かかって仕方ないわけなんですけども、いっ月に行って、そこで基地を作って、そこを経営していくと、まあ、その重力とエネルギーの関係でですね、なかなかスムーズに行きやすいって話があるわけですよ。まあ、そういうことでですね、もう我々は今ね、想像終了な、ね、日常のね、なんか、世界からもう完全に完全に超越した、そういった時代がやってくるっていうことなんですよワクワクしますよね。えー、というかで,ですね、今、2024年で、あと15、16年後っていったら、 意外とすぐですよ。もうすごいすごいですよ。だって僕35歳ぐらいでめちゃくちゃ覚えてますもん。35歳って言ったらさ、なんかお釈迦様が35歳で悟りを開いたとかですね、モーツルとやチャーリー・パーカーが35歳で亡くなってますし、でい35歳ってのは一つのなんかね、社会的にもそこからフリーターなのか、単なる無職なのかって分かれるみたいな、そんな基準もあったりするわけですね。同じ立場でありながら。 あ覚えてるわけですよ。ああ、俺も35歳になっちまったなーって思ったんですけども、もう今からするとさ、35歳なんか、まだまだめちゃくちゃ若いなーっていう感じがありますよね。で、まあ多分ね、あの15年後ぐらい、だいたい僕65とか66になったりするときには、いやー、50歳だあの時ね、めちゃくちゃ若かったよね、多分言ってんじゃないかなと思います。でも相変わらず、その頃もですね、自転車に乗ってドゥワーって今で,ですね、海外もさ、 彼これもなんかね、いや、百カ国超えちゃいましたよね、みたいな。普通に言ってると思いますし。つまあお金だってね、もう普通に普通に普通に何もしなくても、まあ年間3000万ぐらいですね、勝手に入ってくるという状態になってると思います。いや、3000万って言わんない5000万か一億ぐらいね、入ってきてるんじゃないかなと思うわけですね。まあとにかくですね、未来は明るいわけですよ。ただね、これはね、選択って話です。まあ実際、あの、スッピーズのイベントでもですね、夏美さんとい色ろ々ろ話をしました。来年2025年4月どうなるんですか。まあこれ選択なわけですね。選択。その時にね、そのなんかその不幸なことをね、すぐ予言する人いるじゃない そこに行きたい人,人は行ったらよろしいなってことなんですけどもそれは絶対に嫌やってそこ決めたらいいってことですねで俺はそういうふうにならないもうハッピーミラクルプロレスしかないねんっていうふうにそういうふうに決めてますんでね それ今すぐやったらよろしいなんっていうことなんですね。えーと、言われで,ですね、はい、もう、そっち行きましょう。そっち、あなたはそっち側ですよ。ね、パラダイスね、ハッピー、ミラクスしかないってことですよ。そういうネガティブな予言とかね、不吉なことを言う人たちからもうね、全部、もうね、縁を切ってしまっていいと思いますよ。何のね、得もないですからね。確かそれおもろいんですよ。おもろいっちゃあれですよね。なんかその刺激があるんですよ。ね、ホラーエアじゃないですけどさ、刺激はあるんですよ。その刺激、アドレラリンとかね、なんかちょっとした興奮みたいなことにさ、 か,かって、ねうん、パニックになるじゃないですかでパニックだったら、それね、パニックってさ、逃げ道なんですよね。だってパニックになってしまったら、考える必要ないんですよね。パニックになってますとで。そこがね、なんかフィルターみたいになってるわけですね。パニックっていう、ネガティブなパニックですよ。違うんですよ、もっとパニックじゃなくて、冷静に冷静に、それで、ぐつ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 とですね、もう湧き出るような感謝、えそして未来に対してはですね、うわーもうこれ、たまらんわーっていうね。 ワクワクした気持ち。それがほんま、そっちを選びたいはずじゃないですか。だけども、なんか不吉な予言とかでですよ、パニックにわざわざなってしまうっていうのは、いやもう怖いんですよ。要は怖い。そっちに憎みがみたいってことなんですね。じゃああなたはどっちがいいですかっていう。ただそれだけの話です。えー、というわけでですね、これからこれから、もっともっともっと思われることがどんどん起こってくるんじゃないかと思います。で、僕もようやくね、2週間ぐらいは福岡にいるようになりましたんで、まあ、焚をきちんとやりまして、そして月末は、はい、えー、29日は、 阿部篤さんと、まあ、クライアントの鈴木孝之さんとのデュエットを中心にです、ね、玉浦コンサートこれやばいこれめっちゃめちゃやばいですよもう次の次元に全部いざらいますん、ね、で30日は同じく阿部篤さんとバイオリンの鈴木むすさんとのです、ね、これは玉浦コンサート2日連続大阪東京でやっていきたいと思うんですけどもいやものすごいね超越的な次元にいざられるんじゃないかなと。 ま、そんな感じですね。その後は、ま、バリと、これ、前田夏実さんとかも来られますしね、ものすごくなりますね。で、1名、一応行けることになってますんでね、まだ空いてますんで。えー、ぜひぜひですね、これ行こうかな、という人は、ご連絡いただきたいと思います。で、その後ですね、いろいろあるわけですけども、11月の末には、高野山のね、高野山のまた合宿したいと思いますんで、ぜひね、密教、それ空海の世界にね、繋がって、一緒に何かを感じていきたいな、という思うわけです。えー、というわけでですね、また、あの、 改めて福岡に帰ってきましたんで、これから僕自身もどん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 ね、ドゥワーッと加速していきたいと思います。ありがとうございました。